さん今回かまいたちにしましょうかジャルジャル知ってますよあの僕が好きなのは寝てるやつですね寝てるやつで, 、네、 でその寝てるやつシリーズズームで寝てるやつシリーズはあのみんな寝てるみたいだね<笑秤書>寝そべってるやつみたいだね僕好きなんですけど結構あれも400万回が300万回回してるような気がしますけどねそう一回僕も相当見ましたね で今回はね、かまいたちってやつで、まあ多分久保さんはね、知らないと思うんですけども、僕、パチスロするんですよ。で、このかまいたちさん何やってるかっていうと、昔のそのパチスロのやつを撃つんですよ。で、それがあのめっちゃ回るんですよね。だから、要は昔のその4号機というか、古い機種を撃つんですけども、例えば、北斗の剣っていうね、結構有名な4号機のやつがあるんですけど、それを500万回ぐらい回してるんですよ。 昔のパチスロただ売ってるだけなんだけども、スロットをね。500万回ですね。で、このシリーズね、パチスローシリーズ結構、他にもね、えー、なんだ、好きなパチスロー5。好きなパチスロー5が400万回回してますね。うん。だパチスロー動画結構ね、ミリオン回してるんですよ。何本かね。うん。 だから当たってほ、まあ、他の芸人さんたちもやったりとかしてるんですけど、まあ、何が言いたいのかというと、その YouTube っていう新しいテクノロジーに対して昔の思い出話とか昔あったことっていうのを話してるだけなんですよね。だ昔すら、使える。過去すら使えるってことですね。まあ、この億万長者合宿でも、久保さんの過去がもう使えるわけですよね。麻雀店みたいなね。 マージャン店の話とか、僕も昔の話使えるんですけど、だ昔の話も今のテクロノロジーをこう活用すると、なんかあのー、お金になるっていう、再生数になるっていうね、不思議ですよね。いってらっしゃい。